はいどうもブラッドです。さあエンゼルス、今日が3連戦の最後ですね。ブレーブスと戦っています。はい、まずこちらですね。マグネウリスシエラがアクティブロースター入りしました。シエラはね、守備がすごくうまい、そして足も速い外野手ですね。バッティングはかなりキャリアの中で苦しんでるんですけれども、今季はトリプル A でまずまずの成績を残しています。メジャーでも頑張ってほしいですね。そしてジョナサン・ビアーが DFA になりました。まあこれはしょうがないでしょう。この打撃成績に加えて守備でも貢献度が薄かったです。エンゼルスで心機一転、なんとか活躍期待してたんですけれども、残念ながらもともといたカブスの時よりも成績を落としてしまう。エンゼルスの期待していた結果にはなりませんでしたね。ビアー、とりあえずお疲れ様でした。さあ今日スタメンですね。昨日調子良かったウォルシュが打順を上げて、でサードにはねゴセリンが入っています。で外野ちょっといじってきましたね。昨日レフトだったウォードが今日はライト、そして最近ライトに入っていたアデルが今日はレフトで入っています。個人的にはアデルライトでね、三塁を刺すぞっていうシーン好きなんですけどね。さあ今日レフトアデルがどうなったか。先発ピッチャーは最近調子いいです、デトマーズ。お相手ブレーブスの先発はアンダーソン。さあそれでは今日の試合の結果見ていきましょう。今日の試合の結果は、はい、こうなりました。はい、ドーン。いや、強すぎないねえエンゼルス。強すぎないこれ。初回まず5点、いきなりビッグイニングで相手の出鼻をくじき、中押しでほぼ戦意を喪失させ、で終盤1点取られたと思ったらすぐ取り返して、もう完全に諦めムード。もう強すぎないねえ強者の野球これが。いやーこれ後半巻き返しありますよ。昨日一昨日ね、確かにボロ負けしました。これなんでブレーブスこんな強いんだろうって思ったんですけれども、理由分かりました。チーム状況ですね。エンゼルス今低迷してますけど、ブレーブスはねここもし連勝していけばメッツをね抜けるかどうかっていう状況だったんですよ。だから余計に強く感じたんですけれども、今日見てはっきり分かりました。チームの戦力差はねないですねこれ。エンゼルス自信持っていいです。これトラウトいないですからね。去年世界一だったブレーブスとも肩を並べてます。これ全然ね後半ありますよ。ミラクルエンジェルス、これ期待していいと思います。いや今日は深夜からテンション上がりましたね。今日ね先に言っておくと逆直江でした。どういうことかっていうと、大谷選手がね活躍できないなのにエンゼルスが勝つ。大谷選手残念ながらノーヒットでした。なおエンゼルスは勝利しました。このパターンです。新パターン、新直江。いやエンゼルスファンの僕としてはね、やはりこちらの方が嬉しい。確かに大谷選手のねホームランがつまり出ないっていうことですので、そこは悲しいけど、僕はねエンゼルスの勝利が何よりも嬉しいので、この新直江でねどんどんこれから行きたいですね。ほんとこの初回どうしちゃったんでしょうね。ここ5試合ずっと2得点以下でしたから、それがいきなりこの初回だけで5点、もうとうとうサイン盗み手出したかと思われてもしょうがないような、それぐらいの打線でしたね。大谷選手3-0からね残念ながら凡退するんですけれどね、ウォードあれよく飛びましたね。打った瞬間左中間破ったかなぐらいだと思ったんですけれど、意外にぐんぐん伸びてなんとかホームラン。これで7月ね2本目、ちょっと長打力欲しいなーって昨日言ってたところ、思いが届いてよかったです。そしてねこれが全てでした。今日の全てです。ホームランの直後、ウォルシュのシフトの穴をつくサードへのセーフティー、もう完璧なバントでしたね。そこまで完璧じゃなくていいよっていうぐらい完璧でしたね。昨日ヒット3本出てね、ちょっと気持ちに余裕が出たんでしょうか、周りが見えてきたんですかね。いい傾向です。ナイスヒットですこれは。もう素晴らしい。でレンヒーホー、ここもね当たり良くないんですけど飛んだとこが良かった、ナイスつなぎ。
でスタッシー、これ完璧な当たり、痛烈な当たりで貴重な2点目。そしてアデル、これただのねポテンヒットですけれどね、まあなんとか当てたっていうところを評価しましょう。当てれば何か起きる。そしてゴセリン、ナイスフォアボールでつなぎました。これでワンアウト満塁。そしてマーシュの、こういう1点が大事なのよ。こういう1点、ここ簡単にね三振したら何も起きないんですけれども、マーシュがバットに当ててくれました。マーシュ当たるじゃん。当たれば何か起きるのよ。マーシュ足早いしね。この内野ゴロで1点。そしてベラスケス、サードライリーへの強襲ヒットでまた1点。で大谷選手、この勢いのままねもう最後とどめ刺しちゃってちょうだいっていう場面だったんですけれども、まあ残念ながらねショートもうちょっとで抜けるっていうライナーでしたね。いやーびっくりしました。まさかの1イニングで大谷選手が2つのアウト。まあそれでも5点取ったらもうね何でもいいです。ちなみにこの回ねヒット6本集中させましたけど、これ今季最多タイでした。何度も言いますけどトラウトいませんからね。これ攻撃力完全アップデート、このイニングがねこれからのエンゼルスの攻撃を変えてくれるといいなと思います。さあ5点取ったのは良かったんですけれども、問題はそれ以上に取られないかどうかですね。そこでデトマーズの立ち上がり、フォアボールは出すものの2三振と上々な立ち上がりでした。さあ2回ですね。まず先頭のオズーナ、3ボール1ストライクからデトマーズ4シームを投げて高め、オズーナ空振りします。で次の球、もう僕の気持ちはねもう点差あるし、もうここ小細工なしで4シームズドンといけって思ってたんですけど、その通り4シーム投げてキャッチャーフライ。この時も思いが届いたっていう感じでね非常に良かったです。で最後アーシアもねもう3球フォーシームですよ。もう空振り三振、もう見事なね、お今日もデトマーズいいぞと思わせてくれましたね。3回スタッシーのねまたナイスバッティングでしたね。右に伸びる大きな当たり、素晴らしいバッティング。ノーアウト2塁作るんですけれど無得点。これなぜかもうアーデルが悪い、もうアーデルだけが悪い。当てなきゃいけない。やっぱね三振するとノーチャンスですからね。ここはアデル反省してもらってね次に期待です。デトマーズ3回も三者凡退ですけど、このヘレディアにね10球要しました。そこで粘り負けずにね空振り三振アウトにしたの本当に大きかった。最後のね決め球カーブを投げるときね、デトマーズ2回首を振った上でカーブを投じました。インコースいいとこになりましたしね、さすが殿下の宝刀、自信満々に投じたしてやったりの空振り三振でしたね。で4回の3点、ここもねもう強いチームのね野球でしたね。大谷選手よく選んで先頭フォアボールで、ウォードのねセンター前の時大谷選手走ってました、エンドラン。これでノーアウトランナー1、3塁アンダーソン、ここでノックアウト、カンカンカン、よっしゃい。でウォルシュが三振しちゃうんで、おやおやと思ったんですけれどね、またレインヒーフォがね打ってくれました。でさらにライトのアクーニャが三塁に向かったウォードを刺すために投げるんですけれど、送球それてね塁が与えられて、レインヒーフォはさらに三塁で、このもらったワンアウト三塁のチャンスでスタッシーがもう簡単に犠牲フライ、余裕の犠牲フライでした。もうこの無駄のない野球、これよこれ、これができるんだから、何回言わせんのよ、これなんだって、これ毎回意識するだけ。アデルは三振に終わっています。でデトマーズ4回にねこれがね初ヒットでした。先頭スワーソン出すんですけれども、オルソン3-2からよく三振に取りました。ここもですねデトマーズサインに首を振った上でカーブで三振、もういいいい。今日カーブ投じた割合がね 14% とそんなに多くないんですけれども、もういつでもね最高のとこに投げられるぞ、これが俺の武器だと、もう言わんばかりのね投球でしたね。
相手からしたらね、あんまり慣れないカーブだけれども、頭にね、入れておく必要がある。もうそれだけでね、非常に優れた球です。この回最終的に2アウト満塁3、2というねところまで行くんですけれども、最後はサードゴロ。まあこれ相手もねフォーシームに絞ってたんでしょう。非常にいい当たりでした。もう左右ちょっとでもねずれていたらヒットになるようなところ、しっかりゴセリンが取ってね無失点に抑えてくれました。デトマーズどんどん粘ることもできてますね。本当に成長を感じます。でここオズーナの打席ね、レフトフライになってますけれども、レフト誰でしたか。そうアデル。ここアデルが捕球するんですけど、ショートのベラスケスが走ってきてね、自分が取るオーライオーライっていうね合図ジェスチャーしてるんですね。でただ後ろから入ってきたアデルが取ると、まあセオリーから言うとね、先に声出したもん勝ちっていうことでね、ベラスケスが取った方がいいのかもしれませんけれども、やっぱ牛きね、やっぱ昨日も言いましたけど、後ろから来るアデルが取るべきでしょう。で昨日のステファニックも今日のベラスケスもね、アデルもうちょっと信用せんかい。プロよプロ、ポツンと子供が守ってるわけじゃないんだから、もうちょっと信用してあげようよ。後ろから外野手が取れる球は外野手に任せる。もっとアデル信用しよう。こういうプレーの積み重ねでね、アデルの自尊心がちょっとずつ傷つけられているかもしれませんよ。ほんとみんなでアデルを信用しよう。もう守備も攻撃も、まあ、アデルだけじゃない、もうみんな信用しようね。それこそがチームだ。でとまず最後の5イニング目、ここもいきなり大ピンチなんですね。ノーアウト2塁、ピッチャーボテボテの当たりだったんですけれども、タイミング的にかなりねきついところでとまず無理やり投げてしまって暴投。点差もあったしね、ここは無理に投げる必要なかったでしょう。もうちょっと余裕持てるといいですね。そしてアクーニャの打席、もうここでねまた事件が起きます。アクーニャがレフト左に弾き返すんですけれども、これをレフトのアデル俊足生かして追っていって、最後はダイビングキャッチ。もうこれはスーパーキャッチ。点差ありましたけどね、デトマーズ結構球数もいってたんで、ここねアクーニャ出してさらにこの後もランナー出すってなると、いい投球しながら勝利投手の権利を得られないっていうこともあったんで、まあ、そこ踏まえてもアデルナイスすぎる。もうこれからのこうよ。レフトアデル何の問題もなかったですね。もうむしろ最高。ほんとデトマーズとアデルの激推しくんの僕としては、もうこの展開はね激アツすぎた。もう最高、ありがとうございました。今日唯一の失点ね、やっぱり先頭のフォアボールからなんですね。そこからアクーニャのタイムリーと、ここはウォンツ今日反省ですね。でキハーダよく火消しね、成功させてくれました。ナイスピッ。さあその直後、ここでね守護神のジャンセンが出てきてですね、先頭ウォードヒットから2アウト取られてチャンスついえたかと思われたんですけれども、スタッシーのねもうあわよくばホームランかというライトへの大きなスリーベース。これで今日スタッシーあとホームラン出ればサイクルでしたね。いやこれですよスタッシーといえばね、見逃し三振ゴロでゲッツーとかやってる場合じゃないんですよ。これがね本来今年のあるべきスタッシーの姿です。ようやく見れました。もうこのままこの調子で最後まで行ってくれ。僕の願いはただそれだけです。 あとここね先頭ウォードヒット打った後に退いてダイソー出されたんですけれども、どうやらこの時ちょっと痙攣があったようで大事を取って交代したとのことです。ただ試合後のリポートを見ると全然ね問題はないと、大丈夫とのことなので一安心しました。さあ最後はこちらもね、クローザー後半戦初登板でございます。イグレシアスが締めてゲームセット。なんとかスイープを免れて後半戦初勝利となりました。ナイスゲーム。さあ逆なおえとは言いつつも、大谷選手しっかりね得点に絡むフォアボールで勝利に貢献しております。でウォード3安打いいですね。でウォルシュはねバントヒット、まあ、他結果出なかったんでね、また明日期待です。
レンヒーフォいいところで打ってくれましたね。2安打。スタッシー素晴らしい3安打。アデルは初回のポテンヒットと、あとサードへのね、もうボテボテのゴロの内野安打あったんですけれども、まあとにかくね、マルチヒットっていうことでいいんじゃないでしょうか。こっからどんどんね、上げてくれるでしょう。ゴセリンいいところでフォアボール。マーシュいいところで内野ゴロで1打点。そしてベラスケスも強襲ヒットで1打点。これがね、全員野球ですよ。もう全員いいところがありました。もうまさに完全勝利ですね。みんなが活躍して勝つ完全勝利。打撃陣お見事。覚醒後のデトマーズどうですか。ここ3試合ね、何回も言いますけど、6回無失点、6回2失点、5回無失点、とうとう防御率も3点台に乗ってね、いやー素晴らしい。三振もね、いいペースで取れてます。今日もね、やっぱスライダーのね、球速がね、良かったです。上がってました。欲を言えばあと1回はね、投げてほしかったですね。まあそこはね、さすがのブレーブス打線ではあるんですけれどもね、球数を費やしてしまってね、まあこれはね、今後の課題ですね。とにかく今日はね、ナイスピッチ、本当にね、素晴らしい投球でした。でウォンツね、今日失点したんですけれども、まあ登板した最初のイニングはね、三者凡退だったんで、まあまずまずよしとしましょう。キハーダもよしで、マーテがね、マウンドに上がって2者連続フォアボール出したんですよ。そっから3人抑えたんですけどね、これがちょっと信用がね、失われちゃうな。また次に行きたい。イグレシアス最後締めてくれてありがとう。投手陣もおおむねお見事。さあ今日の試合でね、エンゼルス諸君分かったでしょう。トラウトなんていなくていいと、全員野球でこうやって点を取ればいいというのが分かったでしょう。もうこれ明日から非常に楽しみですよ。今日の勝ちからはね、間違いなく乗っていけます。断言できます。それぐらいいい勝利でした。さあ乗っていきたい。明日からはロイヤルズとの3連戦。前ロイヤルズと当たった時はね、うちのホームで負け越してますから、今度スイープにして返してやりましょうよ。明日の先発はノア・シンダーガード。ここ7試合でね、1勝5敗、防御率 4.95、 負けが込み込みですけれどもね、後半初登板ということでね、球速も多めに取ってますから、心機一転いい投球をきっとしてくれるでしょう。シンダーガード信じてます。お相手はベテラン222勝投手のザック・グレインキー。この戦いも非常に楽しみ。個人的に大好きな投手ですからね。エンゼルス打線がどう当たり合っていくのか、もうこれもね、興味がつきません。本当にね、今日の勝ちで明日以降が非常に楽しみ、ハッピーになりました。依然プレーオフは絶望的な状況ですけれども、奇跡を信じていくぞ。レッツゴー、ミラクルエンジョース。はい、今日の動画はここまで。皆様ご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。